メガネ、メガネの男の子、彼女ができたって取っちゃったんだ、大したことないじゃん。皆さんこんにちは、大分の高千穂親方です。さあ、今撮影しているのが2020年の7月12日です。昨日今日といよいよですね、夏のハラコンが始まりました。ですね、まあ、私も大阪と福岡参戦予定でございますが、まあハロプロについてですね、今日はこちらが届きました。じゃじゃん、ゆはね。ゆはゆはゆは、えもんえもん、ゆはゆはゆは、えもんえもん。ということで、ビヨーンズのですね、山崎ゆはねちゃんの、ね、ファースト写真集がやっと届きました。6月のですね、末に初販売なんですが、まあ今回初回特典のですね、サイン付き、まあ抽選でですけど、もらえるとあってちょっと急いで頼んで、まあそれが7月10日以降発送ということで、まあ九州、今日ですね、7月12日日曜日の午前中に届きました。ですね、この山崎ゆはねちゃんのですね、まあこれ16歳から17歳、1年間かけて、まあ撮影された写真ということで、まあ、まさに夏とか秋とか冬など、いろんな季節を散りばめた写真集でございます。まあ、ちょっと今チラッと見てるんですけども、本当に可愛らしいというか、水着姿と制服姿と、そしてご本人曰くこの部屋着ですね、部屋の中の部屋着も見てほしいと、というのがその姿がよくね、見られるからということでですね、まあ、これ見てて本当可愛らしいですね。スタイルも良くて、まあそんなに大きくはないんですよ。158センチですね。まあ少なくとも私よりかは小柄ですね。牧野マリアちゃんも一緒に並びましたけど、さすがに私よりも小柄です。ね。いやついに山崎ゆはねちゃんのこのですね、ゆはねという本が届きました。ワニブックスから販売中でございますのでですね、ぜひご興味のある方はご購入をお願いいたします。まあ山崎ゆはねちゃんって実は私、最近急成長、ビヨンズの中でもとにかく急に人気が私の中でも高まってきている、結構一躍トップレベルに踊り込んでるんですけども、まあ、最初見た時はですね、まあ、そこまで興味なかったって言ったら失礼なんですけど、なんかこう雰囲気的に顔もなんか男っぽい顔かなというイメージがあって、サッカー日本代表の森保はじめ監督とか、織田裕二さんとかみたいな感じで、まあ、かっこいいんですよ、お二方かっこいいんですけども、なんか女性というものは男性っぽいなって感じで、まあ、いたんですけども、よく見るとこう、まず目が綺麗だなと、パッチリ二重で、もう私はパッチリ二重目指したいんですけども、最近衰えてます目が。はい、綺麗ですね、やっぱ目が綺麗な女性私好きです。で、大学時代のですね、同級生にも似てますね。その子もすごい美人で、こうリスみたいな小動物で可愛がられてたんですけども、その子を思い出しましたし、福岡で、まあ、モデルしております立木彩乃さんという方、ご存知でしょうか。九州ですとクバラのですね、CM とか、つゆですね、つゆとか、だしの CM とか、あと広島文教大学の CM に出てましたし、個人的にはソフトバンクホークスのですね、2軍のキャンプ地、ね、恋のファーム、筑後っていう曲でも知っても、彼女のファンになったんですけども、その方にもこう目とかでキリッとしたところ、髪の長さとかも似てますし、あ、いいなっていうふうに思っております、ついに。ビヨンズゆはねちゃん、もう歌もうまいですし、そして何が、なんでまあここまでちょっと気になったかというと、もう一つが、ビヨンズ学校っていう、まあ、コロナ自粛期間中にビヨンズのメンバーが、まあ、日替わりで毎日動画を更新してました。その中でゆはねちゃんは、ゆはえもんという、ゆはゆはゆは、えもんえもんっていうキャラやってました。彼女はドラえもんが大好きで、まあ、ゆはえもんというキャラがいてですね、まあ、そういう授業するんですけども、ゆはえもん見た瞬間、ゆはねちゃんと同じ人物とは限らないですけど、意外になんかこう、エースでこう、ね、ちょっと内なる闘志持ってる、ね、女の子と思ったら、意外とこうお茶目で可愛らしい雰囲気があって、ちょっとそのギャップに、惚れました。動画の編集能力も面白いですし、それでちょっとついついもう勢い余って買いました。でですね、まあ特典ということで今回ワニブックスさんで直接買いましたので、じゃじゃん、生写真ということで、ランダムだと思うんですけども、この制服姿の
ヨハネちゃんということで、今ラスト JK、18歳ということでですね、まあ、まさに今しかも着られないありのままの姿を見てほしいというふうにお話してました。で、気になるのが、もう私もずっと待ってました。ですね、このヨハネちゃんの本ですが、実はサイン入りなんですね。抽選でサインの特典があるんですよ。でしかも名前を書いてくれて、メッセージもあって、ツイッターで見たんですけど、まあほんと可愛らしい字で、もうそれ、私そのね、サインをね、待ってました。発売日からもう、当時の発売日からこれ、まあ2週間ほど以上待ってやっと届いた。さ、サインはどうかな。ない。ゆはゆはゆはえもんえもん、ゆはゆはゆはえもんえもん、ちくしょー。正直かなり残念です。外れるっていうのはやっぱね、正直はやっぱサインがやっぱ欲しかったってもありますし、もちろんサインがなくてもこの写真集自体も欲しかったですし、そのサインがないからといって返品とか受け付けませんよ、発送日も同じですよっていう、まあ、お断りあったんですけど、ちょっと正直残念かなと思ってますね。ちょっと正直テンション下がってますが、まあ、ちょっとこれから、まあ、付属のですね DVD とかもまあ見ますし、ね、写真集もまた、まあ、ざっとしか見てないんですけども、非常に可愛らしい、ちょっとなんか昭和っぽいところもあるんで、昭和のアイドルっぽいところもありますので、まあ、この本を楽しんでまたヨハネちゃんにですね会えるようになりたいなと思います。そのね、残念ながら5月に福岡で予定されていたビヨーンズの、まあですね、ツアーも、まあ、完全中止が決まりました。で、今ハロコンですね、まあ、ABC のパートに3グループに分かれて公演してます。私参加するのが予定ですが、大阪の A で、福岡も、まあ、A と B 両方今チケット取ってます。どっちも行こうかなというふうには今思ってますが、ユハネちゃん出るのは C です。ビタミン C だね。会えないじゃないですか。すいません、なかなかこの C がですね都合が合わなくて、どうしても A と B になりますけどもね、 C パート見たかったんですよ。 C はね、結構可愛いメンバー揃ってまして、つばきのメンバー C ほんと推しメンばっかしですし、ユハネちゃんとかね、モームセット牧野マリアちゃん、横山ねねちゃん推しメンいたんですけど、ちょっと今回は申し訳ないですけども行けません。まあ、ということでね、ビヨンズ今後ですね、8月の7日、ビヨンズの、まあ、デビュー日、メジャーデビュー日にちょうど1年後にフォトブックが出ます。で、まあ、それまた各メンバーサイン付きもあります。で、8月の20日、20日にはですね、お嬢様風なお嬢様、島倉梨花様の、写真集ですね、19歳の夏かな、19の夏がリリースされます。そちらも実は私予約してます。しかもサイン抽選付きの。リカ様はね、また当たってほしいなと思います。もうリカ様の顔がタイプですし、ね、リカ様も結構ギャップがあって、このビヨンズ学校ではですね、恐竜とか昆虫とか結構ワイルドな面も出てますので、ね、まあ、お嬢様風なお嬢様ですからね。あとももクロが好きということで、ももクロとね交流してるところを見て本当感動しますね。ちょっと可愛らしいなというふうに思いましたけども、まあね、このユハネちゃんもハロプロの、ね、次世代エースともね、呼び声高い、このなので、ぜひです、皆さん、ね、この機会にご購入いただければと思います。で、こういう風な感じで押すこと、ね、応援する押す、ね、人も、ね、ファンもいますし、ね、ぜひ皆様、これからもね、ハロプロにご注目いただければと思います。もう私はすっかり沼です。さあ、ということです。まあ、ちょっとね、イヤホンつけながらももうすぐ汗かくんですね。暑くなってますけれども、まあ、最後までご視聴いただき本当にありがとうございます、ね、よろしければいいねボタンお願いいたします。チャンネル登録もぜひお願いいたします。まあ、ハロプロにつきましては、まあ、この予定では、まあ、このまま通常通り行われれば、ハロコン、まあ、大阪と福岡の、まあ、簡単なリポもしたいなというふうに思っておりますし、まあ、ぜひね、ハロプロの皆様、そしてファンの皆様に会えることを楽しみにしています。もちろん3密、避けるなど守って、ね、楽しく、そして安全にやりましょう。それでは、また、ね、今日も明日、推しのために働く。どすこい。ゆはゆはゆは、えもんえもん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 。